そう、石井さん、はい、今日は視聴者さんに、ね、視聴者さんの車を使って、はい、取材もどきをやってもらおうと思います。はい、さあ、お願いします。はい、はい、あ、これは36スカイラインですね。はい、はい、クールってセダンとどこが違うんですかね。どこが違う。なんかクーペの方がなんかずっしりした感じはありますね。おー、なるほど。あ、それからそれからそのこれリップはどこのリップなの。何だったっけ、これ何でしたっけ。何だったっけ。あれ、いないじゃん、おなかおなさん、何これ。エアロワークス。あ、エアロワークス。おえ、エアロワークス何突っ込むの。突っ込みよくないです。ええ、ほら何突っ込むか。え、これインフィニティーのほん、ほんと、なわけないじゃん。なわけないです。なわけないじゃん。そうなんだ。難しくない。難しいです。いや、実際あると難しいです。自分の方調べるでしょ。かもしれないです。じゃあ、石田が見本見してくれたら。あいや、ここ石田見本見してください、やっぱり。さあ、どうぞどうぞ。今日も話しましょう。あ、違う違う違う。お察しの最後はね。しゃぶちゃがいます。はい、お察しの最後は。しゃぶちゃが。今日はね、これスカイラインだな。スカイラインだな。ん、インフィニティ、スカイライン。うん、いいね、かっこいいね。うん。なんだっけ、エロワークス。エア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 ロワークスも悪意がある。悪意がある。いや、ノブさんだったらきっとしゃべりますよ。でもね、ノブさんだったらどこ作りますか。どうぞノブさん。ノブさん、ノブさん、どうぞ。いや、困ったな、いきなり。ここのカーボン。ここのカーボン。ここのカーボン。顔どうですか。顔、顔はこのね、こう切れ長のシュッとした感じが。ああ、それも一個の表現ですね。あとはやっぱ詰まるんですよ、こうやって。石井さん、難しいんですよ。そう、難しい、本当難しい。難しいんですよ。本当難しい。難しい。難しいんですよ。うん。本当に。本当難しい。いやね、パッと来られてこんな喋れない。いざ目の前に持ってくると、やっぱり分からないです。分からないです、ね。うん。で、あと経験がないから、やっぱりどう表現して。うん。でもやっぱポイントポイント、やっぱ実際決まり事なんですよ、全部ね。まずバンパーから出て、リップがついてるとか、グリルだったらこうやって分けてるとか。うん、普段と比べるとライトとか長いかとか、そういうことじゃないですか。それ言ってるだけで何も言ってないですよ。分かんないもんだって。分かんない。終わってると分かるんですね。うん、強い皆さん。そうですよ。ましてやノーマルに近い車が来ると困るんですよ。さよなら、さよなら、さよなら。